はいえー、皆さんこんにちはリゼテッフィナンシャルステージの和田ですえー、ただいま1月18日水曜日ですねあ夜、えー、夕方の2時14分になりますけれども SBI FX ニュース始めていきたいと思います。 えまず、あ、ねドル円ですけれどもですねアジア時間に入りまして急騰という形になっています。えこちらですね皆さんもご存知かと思いますけれども、昨日から行われていました日銀の金融政策決定会合、えこちらがですね本日は12時前にですね決断発,発表となりました。マーケット短期の頭取水中心しまして YCC の変更ですとかですね撤廃というようなことをですね期待していたポジションがですね非常に作られていたというところでドル売りがですねかなり売り仕掛けられていたと。 いうような状況だったんですけれども、結果結果的にはですね、日銀の政策のですね変更がなしという形となりました。こちらをきっかけに一気に買い戻しの動きという形となっています。 さらにまた詳しくですね後でご説明しますけれども、日銀はですね資産買い入れのです、ね、方法につきまして、オペ,オペのですね拡充を行っています。共通担保の資金供給オペ、こちらの拡充をですね決定してるんですね。まあ、こちらもかなりですね、まあ、マーケットへのインパクトが強かったというところで、こちらを受けまして、ドル円なんですけれども、本日128円の10の安値から先ほど131の58までと、3円以上のですね急激な 上昇という形となっています。えそして同時にですね午後から始まえ午場から始まりました日経平均ですけれどもこちらも今650円高ですね。えこちらもかなりの大幅な買い戻しという形となっています。まあ、そこら辺もうちょっとですね昨日の動きから簡単に説明をしていきたいと思います。 はい、こちら見てもらってますのがです、ね、昨日からの1日通してのドル円のゴンチャットですけれども昨日はアジア時間129の1号という高値をつけたんですが結局は昨日の高値と1日通しての高値という形になりましたその後アメリカの長期金利のですね、上,ええ上下するのというと上下に伴いましてですね、ドル円も値を戻る。え 左右さされれるといいう形になったんですけれどもこちら見てください欧州時間に入ってからアメリカの長期金利が10年3利回りで3.5809%まで上昇する場面があったんですがその場面で一旦欧州時間も買い戻しが入りましたただ129の12までだったんですねアジア時間の129の15に届かずという形となりますとその後は今度はアメリカの金利が一転して低下に転じる中で戻り売りに押されるという形となりました。 10年債利回りで3.4923％まで低下する中で下押しをするという形になっています。昨日はですねアメリカの1月のですね。えー ニューヨーク連銀の製造業景気数、こちらが出たんですけれども、こちらがマイナスの32.9と、予想のマイナスの8.7からは、ですねかなり下振れのですね弱い数字となりました。もともとこの指標はぶれる数字であるんですけれども、そうは言いましても、悪すぎたというところです。こちらもありまして、アメリカの金利が低下に転じる中、ドル円も127円の救急の安値をつけると。 いう形となったわけです。まあただその後はすぐにまた買い戻しの動きになりました。アメリカ長期にその後三点五四パーセントまでですね。今度はまた上昇する中、百二十八円の四四まで買い戻しが入ってニューヨーク市場を引けたとこんな形となったわけです。まあちょっとですねもうこのチャ一日の動きをこの一枚のチャートに収めますとこの一目もみが見てください。百二十八円の七丸から百二十九の六丸ですから、もう一円以上のですねこの上昇メモリーになってしまっ ていましてまあ、なかなかですね秘密 チャートなんですけれどもこちら見てください今日の東京市場なんですけれども朝方こそですね一時128円の1丸まで値を下げる場面があったんですけどもそこは今日の安値という形となっています今日は朝方から中値にかけまして実需の回ですねこちらが入りますと一旦は129の丸3まで値を上げるんですけれどもその後は戻り売りに押されまして128円の3丸8まで下押しをしますそして迎えましたのが日銀の金融制決定会合ということだったんですね、まあ、12時よりも かなり前にですね発表がありました日銀の発表とし発表ではですね全くの変更なしと。 金融政策の変更なしという形となっていますそしてさらに細かいことになるんですけど実は非常に重要なですねこちらですね拡充の決定がなされています資産の買い入れの方法につきましてオペのですねやり方ですけれどもこちら共通,共通担保資金の供給オペというオペがあるんですがこのオペですねこちらを拡充するということを決定しています、まあ、具体的に言いますとこのオペというのは前々からやっていたんですがゼロ金利ですねゼロパーセントの金利 で固定でですね行われていたということだったんですけれども、こちらをですねやはり10年まで年月ごと10年まで自由にですね設定できると、市場の金利を使いながら10年まで年月をですね選んで自由にオペができるというような、かなり万能型のですねオペの拡充ということがですね決定されたんですね。そして案の定、日銀からはですね早速ですけれども、明日の5年もののですね共通担保資金供給オ の通知がでですねなされたとというところでマーケットとしましててはさらにまままた買いいいが強まるととう形となっています、えーまあ大枠のですね、YCC の変更ですとか、そういうことは一切なかったんですけれども、オペを拡充したというところですね、こちらに関しては非常にインパクトが強かったというところ、日本の国債のですね金利も0.5%、午前中は0.5%、またああですね、上抜けていたんですけれども、一時0.37%台まで一気にですね急激な低下となるなど、 日本のこうですね金利国債の金利も全般的にかなりですね低下傾向になってきているというところです。これまでもお話ししてきましたように先週の木曜日ですね読売新聞の報道をきっかけとしまして特に米系短期債中心にしてトリプルショートですねを作ってきたわけです。ドル円のショートと日経先物の,のショートそして日本国債のショートですねこういった短期的な短期的なポジションがかなり溜まってきていただけに今日の決定を受けまして完全なですね踏み上げ 上げの相場に課してきていると、えー、こんな状況ですね。まあ、そういった状況を見ながら、またはこの後3時半からですね。黒の日銀総裁の記者会見も予定されていますので、この総裁の会見もをですね。見極めながら、やはり今後の海外市場の動きをですね。見ていかなければいけないということになっています。えー、どれの方ですね。日足のチャートで確認をしていきます。 まあどれの方ですねこちら見てください、一気に上抜けてきたというところではあるんですけれども、こちら、ですね今回の YCC 撤廃の思惑を呼ぶようなですね動きとなったきっかけとなったのが、先週の木曜日の12日だったわけですね、そして12日のですね高値が132円の後に 前日の11日の高値が132の87にあるわけです。ですから、今も131円の58まで買い戻しが進んでますけれども、やはりここの起点となったところですね、2円の12日の52と11日の2円の87あたり、こちらが上サイドをトライする場面では、上値の非常に重要なポイントになってくるというところでしょう。そしてちなみに基準線、1目の基準線も2円の70に位置しています。 そして下サイドなんですけれども、ここのところ、非常に今、近いところですけれども、実は一目の転換線ですね、転換線が131円ちょうどに今日あるんですけれども、ここを終値ベースで、えー、維持できるかどうか、それともここから、えー、頭を抑えられるのかといったところですね、まあ、こういったところもこの後の値、ね、動きとしては非常に重要なポイントになってくるというところだと思います。 はいえ、それではユーロドルの方も確認をしていきましょう。ユーロドルもこちらです。ユーロに関しましてもですね、昨日は少し材料が出ています。一時、一点、丸八、六九まで値を上げる場面があったんですけれども、その後はニューヨーク市場入ってストーン取り込まれちゃってますね。 こちらはです、ね、は ECB のです、ね、関係者の話として一部報道があったんですけれども、2月の理事会では0.5%利上げを行うんだけれども、3月の理事会ではで、ね、0.25%と通常の利上げ幅に戻すような、そういった方向で指示がです、ね、そういった方向への支持が高まってきていると、まあ、こういったです、ね、観測記事になっています。こちらをきっかけとしまして、マーケットとしては一気に戻り売りに押される展開、1.0775まで値を下げるという形になっています。 そして今日の東京市場はドル円中心の相場となりました。ただ1.1時1.0775を下抜けまして1.0767の安値をつけるという形になってますけれども、基本的には非常に狭いレンジ相場という形です。ユーロも日足のチャートで確認しましょう。ユーロもですね、やはり先週の12日からですね、ずっと と上値トライをしているんですが、このもう4日続けて今日を入れれば5日ですね、1週間、結局上値が抜けきれなかったと、こんな状況ですね、やはりちょっと下サイドをケアしなければいけないような状況になってきているというところでしょう。やはり12日の安値のですねこちら1.0731ですとか、12月の15日の高値1.0735ですね、こういったあたりがサポートとしてですね相当重要なサポートレベルになってきていますので、ここをサポートできるかどうか、今後の 値動きですね注意をしたいというところですはい、えー、それでは今日予定されてますこの後のですね経済指標を確認していきましょうはい、えー、こちら見て待ってますが今日予定されてますものは経済指標になっています3時半から黒田総裁のですね記者会見ありますねこちらを見極めてからということになりそうですそして4時ちょうど12月のですねイギリスの CPI と小売売物価指数 RPI ですねインフレ指標が発表、えー、また5時ちょうどが12月の南アフリカの CPI も予定されています 19時にはユーロ圏の12月の h i c p 消費者物価数ですね。えー、同時に11月ユーロ圏建設指数。8時ちょうどが11月南アフリカの小売売上高。そしてニューヨーク市を入ってきますと10時半が12月カナダの高工業製品価格と原材料価格指数。そして今日重要になりますが12月アメリカの小売売上高と12月の卸売物価数ですね。PPI、こちら非常に重要となります。11時15分には12月のアメリカの高工業生産と設備稼働率。24時には11月アメリカ 企業在庫と全米ホームレー協会の NHB が出します住宅市場指数ですね、そして翌3時がアメリカの20年債の入札、4時がベージュブックです、米地区連銀経済報告、ベージュブックですね、そしてハーカー、フィラデルフィア連議総裁の講演も予定されています、明け方6時には11月、対米証券投資同行も予定されています。 まいずれにしましても、きょうは売上げアメリカの氷売上高ですとか、アメリカの PPI ですね、こちら、非常に重要なインフレ指標という形となりそうです。き日うもですね日本にアジア時間はもう日銀のですね話題で持ち切りという形になりましたけれども、少しこちら落ち着いてくる中で、海外市場のですねアメリカの金利動向にも注目が集まるというところでしょう。 いずれにしましても、まだショートカバーがですねついているような状況になっています。このトリプルショートのですね巻き戻しが海外市場でもどの程度まで続くのかといったところ、先物市場の動き、で海外のですね日経平均の先物市場の動きとと,ともに、ドル円の動きもですね注意深く見ていかなければいけないというところでしょう。日経平均は今、669円高とほぼほぼ高値圏で,ですね推移となっています。やはり5番に入ってからのですね一気に買い上げられるという形になりました。 それでは今日の解説をおわいいたします。